はい、始めまーす。あのですね、昔、まあ10代の時、初めて失恋した時が、初めて失恋したんですよ。で、初めて失恋して、分かったことが、こんなに辛いことがあるんだ、人生に、と思った。それぐらい辛かった。で、初めての感覚だから、なんだろう、寂しいっていう感情が100倍ぐらいになってる感じ。何がなんかよくわかんないみたいな、感じになって。で、なんだろうな、ご飯を食べれなくなっちゃったんですよね。寂しすぎて。で、ご飯食べられなくなっちゃって、どん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 痩せてって、で、たまに食べたと思ったら、たまに食べるんですよ、ガーって。だけどそれも吐いちゃうみたいな。なんでやねんって感じをやってたら、本当に痩せて、激痩せして、10キロ痩せたんですよね。2、3ヶ月じゃない？いや、2ヶ月ぐらい。なんか感覚的には1ヶ月で痩せちゃったような感覚だけど、1ヶ月で10キロってやばいよね。そんな痩せ方できないよね。多分2ヶ月とか、1ヶ月半ぐらいかもしんない。で、10キロ痩せて、そしたら何が起きたかっていうと、あ、エバッチ痩せたねって言われることが多くなった。大丈夫かみたいな。すごいげっそりしてるよって、なんかみんなからすごく心配されるようになったんだよね。で、みんなが構ってくれるから、まあ寂しさを紛らわすことができた。そうそう、そういうことがありました、昔。で、今振り返ると、なんで食べなくなったのかなと思ったのね。その時は当時は食べれなくなったと思ってたの。食べたくないっつうか、食べる気がしないと思ってたんだけど、今考えると、まあ無意識なんだけど、食べないことで自分に変化を起こして、注目を浴びたいんじゃないかなと思った。そういう意図があったんじゃないかなって。意図っていうか意識じゃないんだけど、無意識がやってたんじゃないかなと思ったの。あまりにも寂しいから。で、結局痩せたらすごいみんなから心配されたからね。だから、そうそう、あまりにも寂しすぎて、そうそう、そういうやり方をしちゃったんだよね。で、初めての恋愛だから、初めての感覚だから、どうしていいかわからないからそうなっちゃったけど、2回目からは、2回目の失恋も辛かったんだけど、2回目は、1回目から学びを得てるんで、絶対ご飯食べなくなっちゃうって知ってるから、そうならないように、もう無理やり、もうね、無理やり食べるようにした。もう全然食べる気しないってなったんだけど、2回目も。もう無理やり、2回目は。で、ぐわーもう飲み込んでもいいから食べてやるってやって、で、食べるようになって、絶対痩せねえと思った。絶対痩せたくないって。寂しいけど、痩せたらなんかまた注目浴びられるかもしれないけど、そんなやり方は嫌だなっていう。もう一回やってるからさ、そういうことは。そうそう、なんか辛いんだけど、違う立ち直り方をしようっていうね。寂しくて人を集めたいんだけど、そういうことはもうやめようって2回目はなってた。で、だんだんなんか、そうそう、だから2回目はちゃんと食べて、体は健康だったと思いますよ。心は辛かったけど。で、しっかり食べて、なんだろう、ちゃんと仕事してとかやってれば、動いてればね、ちゃんと心も治ってくるんですよね。1回目はね、もう何にもできなくなっちゃったからご飯も食べなくて、かなり引きずった。でも2回目はちゃんとできるようになってるから、前回できなかったことをできるようになってるから、そう、よかったなっていう。ちゃんと学んでるし、感情の起伏の激しい自分の扱い方を学んでる。いいことだって思えるようになった。で、ちょっと強くなったんじゃないかなっていう、ね、自分を誇りに思えるようになったしね。そうそう、で、何が言いたいかというと、私もだから、なんだろう、過食嘔吐じゃないんだよね、小食嘔吐をしてたんだよね。そういう時期があったんですよ。なんかこう喋ってると、
こうなんかみんなにこうした方がいいですよとかいつも元気そうにしゃ元気に喋ってるとさ、私には何も問題がなかったって思われがちなんだけど、問題だらけだしでしたからね過去は。もう問題だらけ、うん、もう感情が激しくて自分の扱い方がわからなくて振り回されっぱなしだったけど、うん、ちゃんと一回一回すっごい失敗するから感情に振り回されて、でもその度に何か一個は学んでってるから、で一個ずつ学んでいけば絶対大丈夫ですよ、うん、幸せになれるし機嫌よく生きていけるようになれるんで大丈夫です。うん、まあ同じこと何回もやっちゃう時もあるけどね。でもいつかは学ぶから大丈夫ですよ。前回と同じことはしないようにしようって、何か一つでも変化を起こすようにしてる、なんか辛い時は、うん、そうすると、ま、うん、できるようになるから、うん、大丈夫です。はい、ということで、なんだろうな、感情に振り回されてね、失敗したりね、人に迷惑かけたりとかね、することがあるだろうけど、まあ罪悪感で辛くなるんだけどさ、まあ、そこから何かを学び取っていけばどんどん成長していけるんで大丈夫です。で機嫌よく生きれるようになるんで大丈夫、うん、大丈夫です。まあ罪悪感湧くけど後で謝れば許してくれる人もいるから、人に迷惑をかけた時は、うん、そう、あなたを大切に思っている人たちはあなたが幸せになることに喜びを感じるんだからさ、ちゃんと幸せになってさ、うん、幸せになった方がいいんだから、そのためには何か失敗から、人に迷惑をかけた時とかさ、失敗した時から何か一つずつ学んでいく、うん、それだけで大丈夫だから、はい、そうそう、一つも失敗しないで成功することはないからさ、うん、はい、ということで、うん、私も問題だらけだった私も今は機嫌よく生きるようにできているんで、あなたも大丈夫ですというテーマでお話しました。はい、以上です。ありがとうございます。